皆さんこんばんは。現在時刻、夜の22時24分、日付が11月6日2022年です。本日の報道ステーション見てる途中だったんですけども、報道ステーションでジョー・バイデンさんのインタビューの時に、共和党が議会を握るって字幕がついて、そんなもの人間の手で逃げれるわけないでしょって、どうしても頭の中でそう思っちゃうんですね。それがジョー・バイデンさんの伝わって、向こうも笑ってると。で、まあテレビに向かっていつも通りいろんなこと言ってたんですけども、もう笑いが止まらなくて、いろんなこと気づけば10時15分ぐらいですかね。たまにねテレビ局その部分とかをカットしてくるんですけど、小木さんが本当に顔でこちらがいろいろと突っ込まれる方です。いや、大越さんがね、今日の放送ではリトルオデッサと呼ばれる、アメリカにあるらしいとされるロシア語ばっかりの街にいるんですけども、ロシアとウクライナのフェイクニュースの戦争に行ったでしょう。今年のニュースの中で行ってたでしょう。いつ撮影しに行ったのかな。もしかしたらロシアの中にリトルオデッサと呼ばれてるところがあったのかもしれないです。ニュースがねだいぶごちゃ混ぜになっていて、はっきり言って見てる方が何が何やらわけが分かりません。本当にもうね、自分の国ですら僕は手一杯ですよ、本当に。まあこの後続き見てみます。それでは皆さん、ご清聴ありがとうございました。これがニュースの実態です。